怖いと思って、うんうんうん、本当にびっくりした。私も男だったら絶対するけど。日本に来て結構時間経ったと思いますけど、うん、10年って言ってましたね、うん、はい、10年って結構その日本の文化にもすごくもう入った、完全に慣れたと思いますけど、はい、その可愛いっていう基準が結構こう国によって変わるんじゃないですか、うん、で日本はすごく独特だなと思ってて、うん、私はまだ日本で過ごした時間2年しかないんですけど、多分マリアさんの方が詳しくちょっと話聞きたいんですけどどう思いますか、その日本の可愛いっていう基準、あと可愛いかっこいいとか男、うん、女とか変わらず、うん、なんかそういうのって違いなんか感じたことありますか？めっちゃありますよね、え、どんなのですか？まあ、話すことは本当に多くて、で、まあ、先に言っておきたいのはこれ私たちびっくりして、まあ、私の個人の話驚いたけど、それは別に悪いと思ってない、うん、ただ自分の母国ともうあんまりにも違いすぎてへーってなっただけ。驚いたってことですね、はい、驚いた、うんうん、で、最初来た時になんか鼻高いねって言われて、はい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 、なんでこんなひどいこと言うの、私のコンプレックスでめっちゃこれ恥ずかしいのにそこまで私のこと嫌いなのって思って、すっごいなんか落ち込んでた。私同じことあって前なんかその高校の時に来た時、うん、なんか恥ずかしいねって言われて、もう泣きそうになって、うんうんうん、そうですよね。じゃあロシアも同じなんですね、はい、それ別にいいことじゃないですよね。そうですね、うんうん、どっちかというとなんか女の子にちっちゃい花、こうやってなんかポコッとした花、うんうん、すごい可愛いって思われて、で、ね、うんうん、で私みたいな、まあ、ちょっとデカめの花は、いやそんなことないですよねあんまり良くないというか、なんだろう、まあ、ちょっと男らしいみたいな、うんうんうん、そんなにパーフェクトって感じじゃない。いや分かります分かります。ポーランドも一緒で、うん、全然できるだけちっちゃい花が可愛い、うん、だから私もびっくりしました、同じこと。そうですね、うん、なんか日本は鼻高くしたくて整形する人がいるの、うんうん、本当にびっくりした。いや本当に私も整形するってなったら絶対ちっちゃくし、はい、他なんかありますか？なんかそうですね、あと先ほどちらっと話した日焼け問題なんですけど、はい、日本に来たらなんかそう肌が白いのはめっちゃ綺麗って感覚があって、あ、ちょっとびっくりしました。日焼けした肌の方が綺麗っていう考えですか？そうですそうです、それがあって、え、めっちゃ白くないですか？でもマリアさん今はだからホロそういう基準になったっていうことですか？そうそうそう、でその時、まあ、東京に住んでたらそんなに日焼けはしてなかった、うんうんうん、私そんなになんだろう、わあめっちゃ日焼けしたい、わあめっちゃ肌白くしたいって、うんうん、そこまで気にしなかったんですけど、うんうんうん、え、なんか肌白いねってなんか言われてて、へー、ロシアはどっちかというと当時は特になんか10年代とか0年代は、うん、なんか日焼けサロンとかめっちゃ流行ってて、日焼けしたい人がすごい多くて、はい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 、日焼けした方がなんか肌が綺麗、うん、健康的みたいな、うんうんうん、ちょっとなんかステータスのある、そうですねそうですね、本当に逆ですよね、はい、でなんかあまりにも真っ白すぎてなんかちょっと病的で、うん、いや何この人なんか引っこもってるのかなってなんか思われがちですね、そこまでなんですね。いやでも、なんだろう、 もうあまりにもなんだろう、普通だったらいいんだけどなんかめちゃめちゃ白い人ってたまにいるじゃないですか、はい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 、それだったら、大丈夫かなってなんか心配される。あ、なんかもう風邪の病気みたいな。そうですね、はい、そうですよね。ロシア自体も結構肌白い人が多いんですか？でもそうだね、ロシア自体は肌白い人が多くて、そうなんだ。観光客はどうなんだろう、まあ、みんな洋服着てるからそこまで気にしてないです。そうかそうかそうか、寒いですもんねあんまり肌見えない。まずそこまで肌の色を気にする文化はないですね。いや、わかるわかるわかる。誰も肌が、あなたはどれぐらい白いか、白いだから綺麗とか、うんうん、誰もそれで全然評価してないから、うんうんうん、そうですよね、はい、本当にそうですよ。なんか日本って結構その基準がもう決まってる感じですもんね、うん、なんかこうこれがもう美人。日本の CM を見てこんなに肌を白くしましょう、肌白くするのに何が必要、はい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 、雑誌開けたら肌白くするのにこれこれこれやってください、こんなになんかみんな肌白くしたいのってなんかめっちゃびっくりしました。なんかきついですね。あとそのダイエット文化とかもすごいですよね、うん、日本でなんかもう結構その基準、絶対もうこれ以上太ってたらもうなんかやばいみたいな、その基準自体も結構すごい私からしたら細めの方なんですけど、うん、なんかそれも私自体はびっくりしました、うん、日本に来てなんかそこまで別にみんなダイエットしなくてもいいんじゃないかなって思います、うん、ダリアさんは今モデルやってるんですけど、はい、そこはなんか事務所からなんか言われたりしてるんですか、もっと痩せてみたいな、でもフリーランスなので全然所属とかじゃなくて、ね、多分入ったら全然めっちゃ言われます。私しかも日本に来て結構太ってもうご飯が好きすぎて料理が美味しくてそうなんですよ、
だから、うん、でもなんかそこまで別に私そういうモデルもともと目指してないんですよね。なんかもうめっちゃガリガリみたいな、そういうのは全然私結構自然な体の方が全然私的にも綺麗だし、うん、なんかすごくそのプレッシャーみんな感じてると思いますけど、すごいそれかわいそうだなと思ってて、全然なんかもうちょっとその基準普通にしてほしいですよね。特になんか中学生とかでも ね、なんかもうまだ成長中なのに、そうですそうです、なんかちょっとそういうプレッシャー、なんか脱毛とかも、脱毛とかってしたことありますか？そうですね、まあ知ってるけど、なんかずっと途中みたいな、うんうん、いやわかります。なんか脱毛文化もすごいなと思ってて、全然なんかポーランドでもあったり、なんか今は多分増えてるところなんですけど、うん、でも日本はもうなんかレベルすごすぎて、なんか子供脱毛とかも見たことあって、うんうん、5歳の子とかを脱毛するってやばいと思って、まあ今のところ全然あれなんですけど、多分なんかこれからなんかそういう考え方増えると、もうなんか怖い、もう生まれた瞬間に脱毛するんじゃないかなって思うぐらい、うん、あそれは全部マーケティングでしょ。5年前はそんな全然なかったもん、そうですよね、流行りすぎて、脱毛してない方が普通だった、そうですよね、もう今はなんか流行りすぎてもう当たり前みたいになってる、うん、それもちょっとね、なんか全然違いますよね、はい、多分ポーランドとか、まあ、ヨーロッパだと全然、特になんか私思ったのは、全然ヨーロッパで気にしないのはあのここら辺の毛とか、そう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 、私もめっちゃある、いや私も全然剃らないし、脱毛したことないここ、うんうんうん、普通に見える人も全然いますけど、ヨーロッパでも誰もそれ気にしてなくて、うん、本当にまあ足とかだったら気にする人全然もちろんいると思いますけど、はい、だからヨーロッパは多分今も逆になってて、逆にも剃らない剃らないで行こうみたいな、ここ生やしたりとかね、あまあそうです、ここはちょっとやばいと思う、さすがにめっちゃ見えるけど、でも足とか染めたりとかしてね、あそれはやばい、まあまあそれはもうなんかファッションみたいな感じかな、でもなんか普通になんか誰でも結構足とかは全然ね最近気にしない人とかいるし、日本は逆にこうどん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 すごいもう全部揃ってなりますよね。なんかこだわる場所が、うん、箇所は違う、うんうん、例えばロシアはここ全然気にしない人が多いのと、あと足、はいはいはい、ここ脱毛してない人が多い、あここですと、ももので脱毛するんだったらなんか膝より下、はい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 、とあとはまあ、あのこことあと中の方とか脱毛する人が多いんですけど、うんうんうん、あロシアでもですか、はい、うん、でも日本は逆に あそこはあまり気にしなくて、確かにここはするみたいな、そうですね、あとはここなんか上毛って言って、はい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 、なんと言うんでしたっけ、皆さん間違ってたら、なんだろう、首の毛ここなんか首の毛なんか脱毛してる人が多くて、あのびっくりしました、初めて聞きました、あと足だったらここの桃のめっちゃ鳥肌だったよ、うん、なんでだろう寒いですか、ここなんかあの脱毛してる人も多いって聞いた、うんうんうん、日本に、確かに確かに、ここはでも初めて聞きました、やっぱあれですかね、なんか着物のあれ、ね、着物着てここが綺麗じゃないか、ね、髪の毛こうやって上げたらここに綺麗に髪の毛がないように、はいはいはい、はい、面白いですねそれ、絶対その文化のから来てるので、そうですね、面白い、はい、男性脱毛とかね、あーそうですよね、ロシアってありますかそういうの、もう男性は大体やらない、やらないですよね、やってる人はすごい意外ですね、うんうん、私聞いたことないね、後半も扱いされる、そうですよね、うん、そうですよね、で日本は結構なんかお友達とかでもされる方いるんですか、やってるやってる、なんかヒゲ脱毛とか、いいですよね、私も男だったら絶対するけど、だって顔とかやばくないですか、うん、毎日それの絶対無理、そう、うん、自分の男に、まあ、もちろん皆さんに指導はできないからこうしろみたいな、うん、でも自分の男に、まあ、ちょっとアドバイス的にすればどうってちょっと言う、あ言いました、はい、それってどこですか、顔ですか、顔だね、やっぱヒゲはなんか剃るとすごい太くて、はい、すごい可愛くなるんですよね、うんうんうん、そうですよね、こうやってなんかこすると消すときとか逆につらいみたいな、肌は敏感的だからなんかこうやってちょっとこすっただけでめっちゃ赤くなった、だからか、普通にあるんですね、それでし始めたんですか、うん、そのパートナーさん、まあ、向こうはどうかな、多分剃るのは普通に面倒くさくてそれで始めたと思う、あそうなんですね、もしかして私の気持ちも気にしてくれたかもしれないです、ね、嬉しいですね、それ日本人だったらありそうだね沖縄はちなみになんで移住されたんですか、まあ、ここはですね、あのなんでロシア人はいきなり沖縄行ったってよく聞かれるんですけど、まあ、1年前移住したんですけど、それまでにもうずっと行ったり来たりしてて、でその理由は、まあ、私の恋人は沖縄の人、うちなんちゅうって言うんですけど、沖縄出身の方ですか、そうですそうです、はい、面白い、それでまあちょっと去年はいろいろ話してみて、じゃあ一緒に沖縄戻ったらどうって誘われて、そうだったんですね、でそれで沖縄になりました、お幸せに、ありがとうございます沖縄で結婚式あげるってなったら沖縄ですか
どうしようかな。わかんない。それかロシア。どっちも上げてみたいな。いいですよね。文化違うし、うん、面白いですよね。皆さん今日は見てくださりありがとうございました。ありがとうございました。次の動画もぜひ楽しみにしててください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。